ストレートエニアグラム二等辺の友人やです。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日は前回の動画に引き続き、囚われた自分を理解するためにまた紹介をしたいと思います、はい、今日もまたこのエニアグラム入門、性格の9つのタイプ、春秋社より、古い本なんですけども、こちらから紹介したいと思います、はい、ざっくり囚われって何みたいな話をすると、本当は子供の頃は世の中は僕の思い通りになると思って生まれてきたら、実はそうじゃない、実際は自分と自分以外のもので理想的な一致が失われているっていうことに気づいて、じゃあそれを損失と捉えてどう埋め合わせようかって決心しますよと、それのその外界との直面した時に自分がどう思うかっていうので、前お話ししたのは、外界と直面した時に外界より大きいと思うか、外界に適応するっていう形を取るか、外界よりも小さいと思ってじゃあどうするかっていう話を前にしたんですけども、今日はこの列は一緒ですね、誤った現実感覚っていうことなんですけども、誤った現実感覚って何やっていうと、自我意識はいずれも人生が何であるかに関して誤った現実感覚を持っていますと。各タイプで独自の自己概念のレンズを通して人生の充実を見つめようとしていますと、で現実を内面秩序として見る、これはこの人たちは外界よりも大きいと思っていた人たち、現実を内面的秩序で見るっていう人たちはどんな人かっていうと、私は外界よりも大きいという自我意識を持つタイプの人々は、現実生活を内面秩序として捉えようとしますと。内的な事柄の方が外界のそれよりも自分にとって切実な問題、要は外界で起こっていることよりも自分の中で起こっていることの方が切実な問題ですと。で、自分の中で考えたり感じたりしていることを外界のどんなことよりも先に優先しますと、外界より大きいと思っている人たちですから、自分の方が大きいですからね、自分の方が大きい人たちですから、自分の中の問題の方が切実、で外界のどんなことよりもそれを優先しようとしますと、で自己実現とは自分自身の中に内的平和を乱すことでそれが達成されると思っているのが、ここの内的秩序として見るという人たち、でこの外界と内面の調和として見るっていう列の人は、私は外界に適合するという自我意識を持っている、自己実現は自分と外界との調和によって達成されると思っています。でこのタイプの人々にとって自己の実現とは自他の調和関係にあると思っている。でここの外的秩序として見るという人たちは、外界よりも小さいという自我意識を持っているタイプの人々は、自己実現は自分の外において達成されると考えていますと。つまり自分の感情、思い、考えよりも外界で起こっていることの方が自分にとって現実感を与える。なので自分の価値は内面よりも周りのことによって形成されると思っていますと。でいずれのタイプも自我なるものは、自分の人生とその成熟、成熟は自分の努力で十分達成できると考えていますと。でその努力とは本当の人生を探し求める過程で3つの異なる行動様式を取りますと。なんでまた今日もこの横軸で一つずつ見ていくんですけども、まず敵対的タイプ、831ですね、
前の動画で言うと攻撃的行動って言ってた人たち、まずそのこの敵対的タイプっていうのは他人に対抗することによって自己実現を試みますと、タイプ8、タイプ8の人々は自分の生き方を内面の力でコントロールするとき初めて人生というものを実感します。そして言います、自分が満たされるには他人よりも強くならなければならない、でこのタイプはコントロールが効いているときしか自分が好調であると感じない、ちょっと厄介ですコントロールが効いているときしか自分が好調であるって思えない、みんなが言うこと聞いてくれたら調子いいな、調子いい、俺調子いいで、自分、私は強い、だから他人は私を踏みつけにしないのだ、と納得することで自分の尊厳を保っています、彼らにとってコントロールする力こそ幸福感を与えるのであって、そのことから、私は外界よりも大きいって思っていますと、蜂の説明でした。蜂の説明、蜂の説明ですからね、なんで今この説明をさせていただいているのは、自分のタイプを見るときに、外界に対してどう思っているかっていうので、いつも紹介しているその自己主張、融和、有利っていうのとちょっと組み合わせが違うなって感じるところはあるかと思うんですけども、こういった見方もあるよっていう、あるよって、ここで紹介されてるて紹介されているものです、で敵対的行動の3、タイプ3の人々は言います、自分が満たされるには他人の目にそれと分かる成功を遂げなければならない、ところが彼らが攻撃的態度を取ってまでして追求している善なるものも実際は外観に過ぎないと、成功と呼んでいるのは他人の反応から得られる良いイメージであると、でこのタイプの人々は他人の評価が得られないと価値のあることを達成しても満足感を味わうことができない、自分が思ってて自分が達成したと思っても、それだけではダメだみたいな、他の人がいいねって言ってくれないと満足できない、だから両方ってことですよね、内面って内的なものと外的なものを両方の評価がいるああ、これはこれでまた自分自身でも達成したって思いも必要だし、周りの人も達成したねって言ってくれる、アドラーはそれを否定していますアドラーは否定しています自分が自立せよと、自己完結せよと、他は関係ないって言ってますからね、で、満たされるためには好意的な反応を得て、その意味で成功しなければならない、そういう成功だけが彼らを他の人々と関わらせると、はっきり言って言えば、彼らは業績によって他の人々から高く評価されたいと思っています、で、こう敵対的行動の1、タイプ1の人々は自己実現を求めて自分の外へ、つまり環境に目を向けますと、環境が現在の状態よりも良くなればその時こそ真の人生が到来したと、いろんなものにルールがあって、だから完璧な社会になればいいんですって思いってことですね、自分が何かを達成するとかっていうよりも、そうですね、完璧な世の中に、これはいつ来るんでしょうねこれは、人生には正さなければならない問題がいくつもあるという態度で彼らは環境に対応しますと、そして自分についても他人についてもよく批判します、彼らにとって現実はなすべき問題で満ちていて、他人を批判すること、自分自身よく働くことによって、その完璧な社会、つまり自己実現を図ろうとしますと、遠いすっごい遠いですね、遠いですねこれはで正しくないことを改め、外観上正しいことを行うのが、自分の人生をあるべき姿で生きていることだと思うと、一の人は大変でしょうね、一の人大変ですよ、大変ですよね本当に、で、受容的行動の人たち、まずじゃあタイプ2から、内的秩序として見ていて、受容的行動のタイプ2、タイプ2の人々は言いますと、人として満たされるためには、私は人から必要とされなければならない、でこのタイプの人々は、
他人から承認されたり感謝されたりしないと内心安らかじゃない、うんうんうん、彼らの関心は好ましい相手から承認を得ることにあると、うん、承認が得られるなら自分を良しとして受け入れることができる、うんでこの人々が人生で探し求めているのはそのような自己需要である。人が認めてくれたっていう自己需要。厄介。手放せですよね。アドラーですよね。アドラーは言います。で、外観と内面の調和で見る受容的行動の6、うん、タイプ6の人々は言います、うん、自分が満たされるためには、うん、私に課せられた欲求に応じなければならない、うんこれらの欲求に応じることは、うんうん、自分と周りとの調和を維持することであると、うんうん、彼らにとって人生とは常に要求を課すものであり自分が期待されていることに十分応じているかいないか、うん、気遣いがあって初めて生きていることを実感しますと。苦しいですねこれもね苦しいですね苦しいですね。でこのような気遣いからこのタイプの人々は全ての責任を果たそうと努めて自己を実現することに全力を集中しますと、うんうん、気遣いのない生活は失敗であり、うん、自分に期待された人生に直面していない生き方だと、うんうんうんまあ、確かに分かります、うん、苦しいですね。6も人から期待されないと価値がないって思ってそれを一生懸命期待に応えようとしてるまあ、それが本当のやりたいことじゃなくても人がやってほしいなって思うことだったらあじゃあそれ誰もやれないならやらなきゃやらなきゃだってみんなが喜んでくれるし今の環境が維持されるならやります。なんかこう外的外面外観外観と内面の調和の調和は手放しましょう手放しましょう。で7将来の計画を立てているということなんですけども、タイプ7の人々は、うん、自分の周囲で起こっている事柄について何か計画することに満足を得ようとします、うんうんうん、彼らは人生を楽観的に捉えますと、うん、なぜなら計画を立てることこそが本当の人生であると思っていると、うんうんうん、彼らにとって人生とは将来に向かって計画をすること、うんうん、その結果そういう計画が今ここで起こっていることもよりも、うんうんうん、今ここよりも計画の方がもっと現実味があって、うんうん、もっと興味深いものである、うんうん、なんでここの人たちは全て外側、うんうん、今起こっているとか自分の中にある、うんうん、じゃなくて全部外にある、うんうん、でそっちの方が重要だって話です。あ、重要だと捉えてるって話、はい、うん、これはこれでまた、うんうん、せっかくの自分があるのに、そう、なんかこの今ここを見てない感じですよね、はい、で防御的タイプ、うん、防御的行動、うん、である594は、うん、他人から遠ざかることによって自己を満たそうとしますと、うんうん、他人から退くことで、うん、自分自身を防御する必要を感じています。でまずタイプ5、うん、タイプ5の人々は自分の正しい判断に内心の満足感を選び、うんうんうん、覚えますと、うん、あらゆるものの見方を検討して、うん、全体的な洞察に至るには一人で研究したり熟考したりする長い時間が必要ですと、うん、でこうした充実した生活を送るために、うん、時間と孤独を守り、うん、他人に対して時間をケチる外貨よりも大きいって思っている人たちですから、うん、大切なんですね。自分のことの方が大切、うんうん、でまた自分が何を考えているのかを説明するのを億劫がるのは面倒くさがるのは、うんうん、物事の全体像が彼らには非常に複雑に見えるからであると、うん、全体を見渡すために彼らにはっていうのはタイプ5にとっては、うんうん、あ全タイプ5にとっては、うん、物事の全体像が複雑に見える、うんうんうん、まあ全部知らないといけないですから、うんうん、全部を知らないと、うんうんうん、でもっともっと調べないといけないし、うん、調べが完了するまでは正しいっていう判断ができない、うん、正確じゃない可能性、正確とか几帳面、正確じゃないものは言いたくない、うん、で、まあ、そういう可能性があるってこと、まだ正しくない可能性もある、だって全部を調べてないっていう思いがあるから、うんうんうん、でそんな自分を目指しているので、うん、
この自分の世界に誰かが侵入してくると嫌なので、うん、防御的になりますと、うんうんうん、でこの後の人々が生きている充実感を味わうのは自分一人の世界に閉じこもる時だよと、うんうんうん、アドラーはそれを否定しています。ごめんなさい、今ちょっとアドラーブームなので、うん、であっていうと、うん、エニアグラムも否定してますけどね。あ、このとら、まあ、われを手放しましょう、ね、手放しましょうって言ってますけど、うんうん、で現実を外界との内面の調和として見るタイプ Q、うん、タイプ Q の人々は生きていることを実感するのは平和な生き方以外にないと考えていますと、うんうん、彼らが求めている平和な生き方とは周囲と調和を保っていること、うんうん、しかし実際には周囲の環境とはしばしば、うんうん、葛藤と緊張情に満ち、うん、そこから身を引きたくなります、うん、で彼らは葛藤のない人生は面白くないことは知っているのに、うん、まあいい満足満足それで満足今のあるもので満足です、うんうん、としていますと、うん、でそんな葛藤のない人生こそ最も良い生き方として期待しうるものだと考えています、うんうん、ちょっと舐めてますよね。でも、今のここがその、はい、とは思わないですけど、はい、ユートピア的なのは憧れたりします。 AI が普及してもう完全完璧に調和された誰も苦しまない世の中みたいな、みんなが楽しいことやってるみたいなのはすごく憧れたりしますじゃあね。なるほど、うん、その中よく9妄想に閉じこもるっていうのをよく、うん、言われますよね、うんうん、で4、うん、タイプ4の人々は人生という台本を繰り返し稽古するために本番じゃないんですね、うんうんうん、本番じゃないんですよ、稽古なんですよ、うんうん、で他人から遠ざかろうとしますと、うん、つまりどのようにすればもっと本物の自分になって独創的に自己を表現できるか、うんうんうん、でいろいろ試していますと、うん、で彼らにとって自己表現は自分独自の感情を明確に表現することであると、うんうんうん、でこの実現を目指して自分の中にある特別な感情を象徴的に表現しようと試みますと、うん、今本番のはずなんですけど、うん、稽古なんですね。稽古なんです。で、いろいろどれが本当の自分なんだろうっていうのをやってる、うん、うちに人生が終わっちゃう、囚われたままだとねっていう話で、うん、まあそうはい、なんで今話をしたのは全部、うん、まあ、今言ったように、うん、その本当の自分っていうのをギュッてなくして、うん、あ、なくしてるわけじゃないな、この人たちは自分の人生を優先的にやってるわけですもんね。この、まあ、囚われなので、はい、でも結局それが正しいんだ、それが正しいことではないんですよね。結局あの、うん、一人で生きてるわけじゃないですか、うんうん、あの周りの人もたくさんいる中で、うん、自分が自分をどう実現するか、うん、っていう時に正しくないよっていう話ですもんね。正しくないよ、そのやり方は。そうそうそう、まあ、こういう考え方にとらわれてしまってて、はい、こう良くないみたいなですよね、はい、なんで本当にこの今、うん、なんか同時並行的に、うん、あのアドラーの嫌われる勇気の話をしてるんですけど、うん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 、とても被ってくるんですね。とてもそうで、多分エニアグラムの方がピンポイントだったりはしますよね、はい、タイプ Q はみたいな。そうですね、そう、はい、でそれを、うん、これ新しいあの、うん、アドラーをじっくり読むっていう本を買ったんですけども、うんうんうん、アドラーはタイプ分けにご用心っていう話をしているんですね、うんうん、でもそれは性格は変えられるよっていう話なんですけど、うん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 、エニアグラムで言うのは気質の話ですもんね。性格っていうのは気質の周りを覆い囲ったもの、うん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 、全部をひっくるめた、はい、こう今までの経験とか、はい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 、今までやってきたことやっていたこととか、うん、はい、周りの見て、あ、どんなことをすれば喜ばれるかなみたいな、うん、そういうなんか横島な心でさえ含めた性格のことですもんね、うんうんうん、まあ、社会的立場であったりとか、はいはい、ただエニアグラムでいう気質っていうのは、うん、それを動かしているプログラム的なものなので、うん、ここはエニアグラムでは変わらない、うんうん、けどまあ、性格はもちろん何を選ぶかなので変えられるしって話ですよね、うんうんうん、それすらで囚われっていうその、
生まれつきのもの、はい、まあ、なんか体型が違うのと一緒ですよね、多分。質が違うってタイプが違う。体型ってのはこの、この体の体型、ボディの話、ボディの話、はい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 、こう背が高かったりとか低かったりとか、はい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 、っていうのと同じように性格も、性格っていうか、まあ、気質も生まれ持ったものがあって、はい、まあ、それによっていろいろこう特徴が出るようみたいな、はい、で、本当面白いのは、うん、アドラーもエニアグラムも、うん、今与えられたものをどう使うかっていう話を解いているので、このなんか親和性というか、これは面白いと思ってます。だから似たような感じはありますよね。ここで、あ、アドラーですねって言って、本当に全部、あ、これアドラーが否定しますねみたいな。だから逆にアドラーの話をしてても、あ、これエニアのこれだなみたいな、本当つながるんですよね、はい、でエニアの方がより細かくタイプごとに分かれてるんで、いや、まあ、自分自身、うん、アトラーも言うのはまず自分を知ろうなんですけども、うんうん、この自分を知るときに、うん、エニア自分を動かしているのがどんなプログラムかっていうのは、うんうん、エニアグラムですごい、うん、なんか自分のことが書いてあるかのような、うんうん、で、まあ、ここで言うと囚われですしね。あ、それがね、はいはいはい、囚われで、それを知ることができるよっていう話ですもんね、うんうん、はい、でそれを手放しましょうですからね。あ、そう、エニアグラム的に言えば、うん、別にやりたいことやればいいじゃんっていう話ですね、うんうん、はい、っていうところでございます、はい、次はまたこの引き続きとらわれの話をしたいと思います、うんうん、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。